これでここ開きました。人造人間襲ってくるんじゃ。あ、そうや、ステルスできるんでした。あ、向こうに走ってたです。あ、まずい、スキルパックがない、倒すしかない。厳しいです。あ、隠れてる。この人造人間を倒してから話しかける。やしゃくな、反撃してきた。あれ、消えた。あ、さらに奥に。まずいです、お水飲まないと死んじゃうです。回復アイテム補給次第でそのまま向かってしまいました。あ、いた。スチームパックもうないです。人参食べてレッドアウェイです。あんまり回復してないや。もしもし、ドクターヒックス。さあ、どうする気だ。我々を殺して鍵を奪うか。やれ。我々が正しかったことを証明するがいい。お、襲うとかはできないです。開けてくださいよ、ドクターヒックス。計画は失敗だわ。さあ、ドアを開けて。嫌だ、断る。さあ、やるがいい。正気をなくしたか、ロレンス。私がやる。ドアを開ける。マックス、よせ。説得してくれてる。ロレンス、それがわからないと愚かではないだろう。さあ、打つ気がないのならどいてくれ。私が幕を引く。未来の世代がこの決断を記憶に刻むことになる。私がそうさせる。これでドア開けてくれるかな。分かってくれてよかったです。自室に謹慎して処分を待とう。せめて潔く処分を受けよう。他に選択の余地がある。よし、よかったです、無事に。開けてもらいました。ブラボー。正直最悪の事態を恐れていたが、あなたを見くびっていたようだ。うん、無事に終わってよかったよ。まったくだ。もう一つ話しておくべきことがある。当然だが、何らかの処分を下さなければならない。どんな形で行うかという点はお任せする。そんな、また無慈悲な選択肢が出てきました。追い出すっていうのもありますね。こういうことばかり繰り返してはいけないです。うん、また同じこと絶対繰り返す。何もしないよ。後に王を引かせることはないわ。彼らも過ちから学んだはずよ。この温情と理解があなたの人間性を物語ってくれる。ホロテープを返してくれ。それから個人的な感謝の印として渡したいものがある。任務でたびたび物資の乏しい地表に行くかと思う。いろいろな必需品を集めておいた。きっと役に立つだろう。あ、ちょうど回復アイテムなかったんで、ありがとうございます。
これで、これでここのエイティチュートの問題はこれで終わりかな。これが私ゆきこちゃんの中の人が選んだ選択でございます。責任者への就任をお祝いすべきところですが、こんなことになってしまったので控えさせていただきます。そうですね、誰も賛成なんて。ファーザーとの失われた時間を少しでも埋め合わせられることを願っている。家族は大事だからね。もうショーいないんだよ。私がここにいる意味はもうないかな。とても寂しいです。サンクチュアリに帰りたいと思います。後世のためにいろんなことしてくれたんだね。ショーンは言ってました、みんな優しい人たちだって。そうですよね、生まれてきた時からここにいて、ショーンの全てがここインスティチュートだった。まだなんだかびっくりしました。音楽がずっと険しい音楽で、今もなんかちょっと音楽がなんでこんな忙しい音楽なんだろう。あのまったりしたのどかなのどかな音楽を聴きたいです。これはちょっと厳しい。ずっとこの音楽なんでしょうか。ちょっと厳しいです。あなたはこの場所に結びつけられてる。あなたのエネルギーが。ありがとうマママフィー。戦いの曲になってる。はい、ではこれでムービーが流れましたので、これがホールアート4エンディングだったかと思います。やっぱり自分の可愛い一人息子なので、一人息子の望んでいること、望みを叶えてあげました。あとは何か街の中をうろうろしてて面白いものを見つけたら動画に上げていきたいと思います。これでホールアート4はクリアでございます。最後まで見てくださってどうもありがとうございました。感想は本当にもういろんなところに潜ったり、あと自分のお家を改造できたり、後でじっくりやろうと思ってあまりいじってはいません。
まだ取っていない武器とか防具もあります。時間をかけてゆっくり、あとレベルもまだ20、最終的には、レベル25で終わりました。オブリビオン、エルダースクロール4オブリビオンをクリアした時も、レベル5ぐらいだったと思います。あまり、レベル上げると敵も強くなっちゃって、そのままレベル1、2の状態でも確かクリアできるシステムになってたかと思います。これでゆきゆき実況動画、ゆきこちゃんの中の人のフォールアウト4の実況動画、これにて終了させていただきたいと思います。長い間見てくださってどうもありがとうございました。また機会がありましたらどこかでお会いしましょう。それでは皆様どうもありがとうございました。